皆さんこんにちは。本日は JR 西日本京都府北部に位置する東舞鶴駅に来ております。今回はこちらの始発駅である東舞鶴駅から終点の京都駅まで舞鶴線山陰本線を走る特急列車特急舞鶴号に乗ってきたということでやっていきたいと思います。ということで今回乗車する特急舞鶴号は京都東舞鶴間を 7.5 往復している特急列車なんですが、この東舞鶴発車時点では座席を反対向きにして発車して、そして途中の綾部駅というところで他の駅から来た特急木の先号や橋立号などと連結をしつつ、その駅でスイッチバック方向転換をするといった形になっています。今回はそんな特急舞鶴号に乗車していきたいと思います。ということで東舞鶴駅の1、2番乗り場にやってまいりました。すでに発車2分前ということで、2番乗り場には今回乗車する特急舞鶴号の車両が停車をしております。今回乗車するのは東舞鶴16時26分発特急舞鶴12号京都行きです。ということでこちらが特急舞鶴号に使用されている JR 西日本の代表的な特急列車287系です。先ほども言ったようにこの列車この先進んだ綾部駅という駅で天の橋立からやってきた特急橋立号と連結をするため、この東舞鶴発車時点ではわずか3両と非常に短い編成となっております。側面の方向幕はこんな感じで列車名と行き先で分かれておりまして、列車名はオレンジ色の背景に舞鶴と書いてあります。そして3色 LED で京都と書いてある感じです。それでは特急舞鶴12号6号車乗車口から車内に入っていきたいと思います。この列車の車内はこんな感じ、2プラス2横4列の座席配置となっています。ちなみに特急舞鶴号は全車指定席の特急列車ということになっています。今回は車両中ほど6番の A 席こちらの座席を利用していきたいと思います。16時26分特急舞鶴12号はこんな感じで進行方向と逆向きに始発駅の東舞鶴駅を発車していきます。この先舞鶴線を走り綾部駅までこの進行方向と逆向きのまま走っていきます。それではこの 2パー7 系の座席紹介をしていきたいと思います。座席はこんな感じで JR 西日本の特急列車の代表的な座席となっております。この座席座面が結構ふかふかしていて結構座り心地がいいです。また特急列車ということで結構しっかりとした枕カバーがついております。そしてもちろん特急列車ということでリクライニングをすることができます。前回まで倒すとこんな感じです。さすが特急列車ということでリクライニングはかなり倒れます。そして座席の前面はこんな感じとなっておりまして、背面テーブルがしっかりとついております。結構大きいです。またそして前にはドリンクホルダーはありませんが網ポケットはついております。またこの車両背面テーブルの他に肘掛けの横からインヤムタイプのテーブルを出すことができます。またこんな感じで東舞鶴駅発車後は結構ガラガラ、しかもこんな感じで進行方向と逆向きに走っているということでまるで回送列車に乗っているみたいです。そして特急舞鶴12号は東舞鶴のお隣の駅である西舞鶴に到着です。この駅からはねそこそこ需要があるみたいで結構多くのお客さんがこの舞鶴12号に乗り込んでいました。
というわけで列車は間もなく山陰本線との合流地点である綾部に到着をします。そして見えてきました、この線路がこの先通っていく京都方面につながっている山陰本線の線路です。そう、この線路をまっすぐ行くためには一旦綾部駅に入って進行方向を変える必要があるといった感じなんです。特急舞鶴12号は綾部に到着です。そしてこの駅で天橋立から来た特急橋立号と連結をして、特急橋立号舞鶴号7両編成の運転ということになります。ただ少し残念なのが、連結をしてからドアが開くということで外に出て連結のシーンをね見ることはできないんですが、多分ね今ここでね連結がし終わったんだと思います。というわけで特急橋立舞鶴12号は7分ほど遅れて綾部駅を発車していきます。ここから先は JR 嵯峨野線山陰本線を走っていくわけですが、この列車はこの綾部駅で方向転換をしたということで、この先は進行方向と同じ向きで走っていきます。舞鶴12号は綾部駅から結構ね線形の悪い区間を抜けてきまして、列車は園部に到着です。この園部から先は本数も増えて線形も結構良くなるため、結構乗り心地が良くなったという印象があります。特急舞鶴12号は亀岡に到着です。この先この列車はもう少しトンネルの長い区間を越えていくんですが、ここまで来たら京都は目と鼻の先です。すぐ20分ほどね着いてしまいます。そしてこの嵯峨野線の非常に面白いところ、京都から約20分といったところなのに、こんな感じで先ほどから川を渡ってはこの長いトンネルを渡ってみたいな感じで、かなり景色が秘境感がありますが、これそう、もう少しでこの列車は大都市の京都駅から約20分ほどで着いてしまうという有名な秘境駅である保津峡という駅を通過します。この嵯峨野線山陰本線は非常に面白く、京都まですぐ着いてしまうのにこんな山深い区間を走ったり、この保津峡を通過して10分もしないうちに目を離しているといきなり都会的な風景になるという景色が急変する路線です。そんなこんな話しているうちにトンネルを抜けたこちらが、そう、保津峡という駅になります。京都からわずか20分で着いてしまう非常に有名な秘境駅です。さらにこの駅を通過してすぐしますと、すぐにトンネルに入っていきます。トンネルとトンネルの間にあるといった駅になっています。そして特急舞鶴号はそこそこね規模が大きいんですが、通過する駅である嵯峨嵐山を通過していきます。そしてこんな感じで先ほどの保津峡通過から約10分ほどで都会的な風景になりましたが、京都までの最後の停車駅である二条に到着です。
特急舞鶴12号は18時7分終点の京都に到着です。京都駅31番線の到着です。途中の綾部駅で方向転換をしたり、景色が急変する嵯峨野線山陰本線を走行したり、非常に面白い特急列車でした。はい、ということで今回は東舞鶴から京都まで舞鶴線山陰本線を走る面白い特急列車、特急舞鶴号に乗車してきたという動画でした。皆さんもぜひ乗ってみてください。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。